どうもこんにちは。今回は中国市場において日本メーカーのお家芸であるハイブリッド車の販売台数が全く伸びず、むしろトヨタは大きく販売台数を落とすというまさかの最新動向とともに、その熱効率 44.26% という日本メーカーの最新エンジンをも凌駕する驚異的な性能を兼ね備えた中国製ハイブリッド車の人気沸騰という日本人の知らない中国のハイブリッド車市場についてを解説していきたいと思います。まず今回取り上げていきたいのが、中国市場の中でもバッテリー EV ではなくハイブリッド車の存在であり、ハイブリッドといっても主にハイブリッド車とプラグインハイブリッド車の2種類に対別可能。問題はこの2種類のハイブリッド車については中国では明確に異なるカテゴリーであるという点であり、というのも中国国内では車両を購入する際は 10% もの車両購入税という税金を納めなければならないものの、現在中国政府についてはバッテリー EV、PHEV および水素燃料電池車という3つのパワートレインを新エネルギー車と定義して、その推進のために車両購入税 10% を免除するという税制優遇措置を適用中。もともと2023年末で免税を終了する予定だったものの、さらなる新エネルギー車の推進のために2027年末までと大幅に期限を延長。具体的には2024年から2025年末までは30万元、日本にして約600万円という車両に限定して、これまでと同じく車両購入税 10% を免除しながら、2026年から2027年末については車両価格30万元を上限に車両購入税が 5% に減税。いずれにしても PHEV については新エネルギー車両として税制優遇の対象となるものの、日本でも人気のハイブリッド車についてはユーザー側からすると特に税制優遇の対象ではないことから、日本ではガソリン車かハイブリッド車かというような選択肢である一方、中国ではガソリン車か PHEV かという選択肢となっている。純粋なハイブリッド車が浸透していないという背景が存在します。そして現在2023年以降も税制優遇措置が延長されたことによって PHEV の販売台数が急速に伸びているわけであり、こちらのグラフは四半期別のバッテリー EV と PHEV の販売台数の変遷を示したグラフ。この通り、これまではグリーンで示されているバッテリー EV の販売台数がおおむね8対2程度と圧倒的に優勢だったものの、特に2022年後半に突入してからブルーの PHEV の販売台数が急上昇。最新の2023年第2四半期に限れば PHEV の割合は 35% 程度とまだマイノリティであることには変わらないものの、凄まじい勢いで PHEV の人気が高まっていることが見て取れる。このトレンドは2023年後半以降も続いていくものとみられます。他方で現在 PHEV の販売についてはあらゆるメーカーがラインナップを追加して実際に販売台数を伸ばすようなことはできていない。単純に一部のメーカーが販売を独占している状況もまた重要な観点であり、そのメーカーというのがズバリBYD とリオートの存在。すでに幾度となく取り上げている通りですが、特に BYD については月間で12万台以上の PHEV を販売し、過半数のシェアをたったの1社で支配しているというまさに PHEV の絶対王者。さらに中国の EV スタートアップでありプレミアムセグメントでラインナップを加速しているリオートについても、直近の6月中は3万台を超える販売台数を達成。今後はバッテリー EV を一気にラインナップする予定ですが、現在は PHEV しかラインナップしていませんので、まさにこの BYD とリオートの PHEV 販売台数の伸びがそのまま中国市場全体の PHEV 販売を押し上げているということなのです。そして今回明らかになってきているのが、その PHEV 市場における2強体制に挑戦するメーカーがいくつか出てきているわけで、特に本チャンネルが注目しているのが GLE が直近で立ち上げた新エネルギー車専門ブランドである Galaxy ブランドの L7 という PHEV。 今後 Galaxy については PHEV とバッテリー EV の両方ラインナップする予定ですが、第1弾である L7 についてはなんと販売初月である6月中に1万台近い販売台数を達成するというまさかのスマッシュヒットを記録してきたわけで、それではこの中国で盛り上がり始めている PHEV 市場で今回の L7 がどれほどの実力を有しているのかを、すでに日本メーカー勢が販売中の PHEV と簡単に比較していきたいと思います。まず今回の比較対象についてですが、 Galaxy L7 に加えて同じくミッドサイズ SUV として現在中国で最も売れている PHEV の SUV である BYD のソンプラス、そして日本のホンダが販売中であり中国で最も売れ筋モデルである CR-V の
PHEV バージョン、さらにトヨタの RAV4 の PHEV バージョンとなります。そして今回注目すべきは、なんといってもその燃費性能という観点。今回取り上げている燃費基準については、バッテリーの電力がない状態で測定される最低燃費ですので、まさにその搭載エンジンの効率性が焦点となるわけですが、なんとソンプラスの 5.3 リッタートヨタ RAV4 の 5.26 リッターを上回ってきているのが、今回の L7 の存在であり、日本のトヨタのハイブリッド技術を上回っていることを示すデータであると思いますし、特に L7 に搭載されている新型エンジンについては熱効率が 44.26% と、確かに日産の e-power が 45% を超えたことで話題となっていましたが、まさにそれに勝るとも劣らない驚異的な効率性を達成してきていることも見て取れる。さらにその EV 航続距離についても、 L7 は最大で90キロとトヨタ RAV4 を上回っていますので、まさに PHEV としてのスペックでは現在中国最強の1台であるということなのです。また動力性能についても全く抜かりがなく、最高速も時速240キロとパフォーマンスカーに匹敵するほどであり、やはりこのパワーと効率性を両立しているという点でも、現在 BYD の DM テクノロジーを凌駕していると言えるのかもしれない。さらに注目すべきはその充実の保証内容であり、 L7 については車両保証期間が6年15万キロと日本メーカーの2倍の年数であり、さらにバッテリー保証に関しても10年30万キロと、ホンダはおろかトヨタと比較しても明らかに充実の保証内容。しかもその上、ホンダもトヨタも対応できていない急速充電に対応させながら電力を取り出すことが可能な V2L 機能も搭載されていますので、このような電気自動車ならではの使い勝手という点でも日本メーカーの PHEV にはないということなのです。そして最も驚くべきは、やはりそのコストパフォーマンスという観点。ホンダの CR-V については現在20万元以下で販売されているものの、実は3月に発売されて以降すぐに3万元、日本にして60万円近い大幅値引きを行っている状況。トヨタ RAV4 についても同様に、4月末から販売されている新型モデルであるにもかかわらず、もともとの値段設定から日本円で55万円ほどの大幅値引きを行い、442万円程度から販売中。ところが EV 航続距離でさらに長く、燃費性能でも優れ、保証内容も手厚い今回の Galaxy L7 については日本円で308万円からという、日本メーカーの PHEV と比較しても100万円程度安価な値段設定を実現してきてしまっている状況。さらに L7 についてはバッテリー容量を減らしたエントリーグレードもラインナップし、その値段設定は278万円から。PHEV を200万円台から購入できるとイメージしていただければ、その異次元のコストパフォーマンスがお分かりいただけると思いますし、それでいて PHEV 性能ではむしろ日本メーカーすらも凌駕してしまっているわけです。よって直近の6月における販売台数については、王者であるソンプラスは2万5000台級とさすがの貫禄ですが、 L7 も1万台弱とソンプラスのガチンコの対抗として急速に視野を奪い始めている状況。ところが我々日本メーカー勢として CR-V についてはたったの544台、そして RAV4 に至ってはたったの57台と完全に虫の息状態。いずれにしても中国市場における PHEV セグメントについては、日本メーカーのスペックとコストパフォーマンスが中国メーカーである BYD や GLE に明らかに追いついていない。よって販売台数では全く勝負になっていないということなのです。そしてこの PHEV で完敗してしまっている日本メーカー勢にとって、さらに耳の痛い話が直近の販売動向で明らかになり始めているわけで、それがハイブリッド車の販売減速という観点。まずこちらのグラフが直近1年間における電動車に限ったパワートレイン別の販売シェア率を示しており、やはり薄緑で示されたバッテリー V がマジョリティであることが見て取れる一方で、ライトブルーの PHEV の販売シェア率が伸びてきていることも見て取れる。ところが問題は一番下のオレンジで示されている FHEV、 いわゆる日本メーカーが中心となって販売しているフルハイブリッド車の存在。なんと1年前と比較していただいても現在 7.8% と明確に販売シェアが落ちてしまっていることが見て取れる。ドイツメーカーが中心となって展開しているブルーで示された 48V システムのマイルドハイブリッド車については特に目立った販売シェアの低下は確認されていないことから、ハイブリッド車の中でも特にフルハイブリッド車の販売シェア率が明確に低下してしまっている。そしてこのフルハイブリッド車を展開しているのが我々日本メーカー勢の存在である
ということなのです。そしてその傾向がさらに分かりやすいのが 48V マイルドハイブリッドも含めたハイブリッドに限ったメーカー別の販売台数ランキング。例えば自動車セグメントに限るとトヨタについては両合弁会社ともに前年比で販売台数が落ち込みを見せてしまっている。またホンダについても GSC との合弁では販売台数を伸ばすことができていませんし、さらにドンフェンとの合弁会社では前年比で販売台数を伸ばすことはできていますが、月間販売台数ではたったの1500台と5万台近く売り上げているドンフェンホンダのうち SUV を合わせてもたったの数パーセントしかハイブリッド車を売ることができていない。そして日産についてが最も深刻であり、最も売れ筋モデルであるシルフィに対して e パワーシリーズハイブリッドを導入しているものの、2023年上半期で売れたシルフィの販売台数164,788台のうち e パワーバージョンはたったの6153台、つまり e パワーのシルフィは全体の 3.73% しかないわけですから、まさにこのような電動車で日産シルフィが大健闘しているのだなどというトンチンカンなコメントがいかにトンチンカンであるのか、ご自身のトンチンカンさを改めて認識していただきたい。いずれにしても日本メーカーの強みであるハイブリッド車は中国市場では全く通用していないということですね。このようにして今回中国市場における EV シフトの最新動向として PHEV の販売台数が伸び始めているという動向が確認されているわけですが、それは大衆車メーカーとしては BYD、 高級車ブランドとしてはリオートが圧倒的な販売シェアを握ってしまっていることから、それ以外の自動車メーカーの PHEV が売れているというわけではなく、ようやくグレートウォールやジーリーといった中国メーカー勢も本気の PHEV をラインナップして BYD の追撃体制を整え始めている状況。中でもジーリーのギャラクシーブランドに関しては新型の L7 のコストパフォーマンスが驚異的であり、さらに販売台数を伸ばすことに期待可能。ところがそのコストパフォーマンスで勝負になっていない日本メーカー勢の PHEV については大幅値引き後でも完全に虫の息状態。そしてなんといっても日本メーカーの強みであるハイブリッド車に関しても現在中国市場における免税措置の影響もあり、むしろ販売が失速してしまっている状況。トヨタ、ホンダ、日産の全てにおいてハイブリッド車が不振に終わってしまっている。日本メーカーとしてはハイブリッド車の将来性が低いことで PHEV とバッテリー EV にシフトしなければならないものの、その肝心の PHEV もバッテリー EV も全く売れていないという、まさに八方塞がり状態。これこそが日本のメディアが取り上げない、なぜ中国市場においてすでに日本メーカーが危機的な状況に陥ってしまっているのかの理由。バッテリー EV や PHEV をただラインナップすればEV 戦争に追いつけるなど、そんな甘っちょろい話ではない。中国 EV 戦争の現実をもう少し冷静に理解していかなければならないということですね。いってらっしゃい。